はい皆、えー、さんこんにちはレクセニコウシの岡野です。え2021年合格目標の必修数的処理第1回の講義始めたいと思います。講義編ですね。講義編の第1回でございます。えっとテキストはハイレベル数的処理というかい。 テキストありますでしょうか、えっと、ハイレベル演習演習数的処理ハイレベル数的処理演習テキストというのはあの演習の回になりますので、えっと、演習とついてない方ですね演習というふうについてない方ハイレベル数的処理の方をご覧いただきたいと思いますけれどもよろしいでしょうか。はいえっと、講義編の第1回です、えっと あと演習編というのがありましてそちらで、えー、演習テキストを使いますけれども、えー、今日は講義編ですさて、えー、国家総合職の、まあ、数的処理ということなんですが、えー、レックではあ国家総合職向けの数的処理とあとまあ国家一般職地方上級を目指す数的処理は、まあ、違うわけなんですね。ここれは国家総合職向けの必修数的処理とということになりまして テキストはあの,国家総合国一の過去問ののみ扱っておりますテキストの例題がもういきなりですね国家総合職国一の過去問なんですね。えっ、ー、とまあ一応これは僕の,あのテイストで僕の,あの考えで、えー、そういうふうにいたしました。でこのハイレベル数的処理テキストはあの実は2017年ぐらいに改定をして大改定したんですね。えっ、ー、と理由はですね 2012年、えー、国家あ一種から国家総合職と名前変わりまして、若干出題傾向変わったところもありましたので、ちょっと2012年以降の問題をお扱いたかったんですねで。ちょっと待ってたんですね。2012年、13年、14年、15年、16年、5年分ぐらいこうストックたまった段階で一気に大改定いたしまして、えー、国家あ総合職の問題を中心に、えー、国一の問題も入ってますけれども、国家総合職の問題を中心にテキスト改書い,いたしました。 で、えっと、それをさらに改定したのがこれなんですよね今年2021年向けのこの講座のこのテキストはさらに改定していますなのでまあ,あの最新版という感じになりますね理由はですね2012年以降近年やっぱり少し傾向が見えてきたところもありますのでちょっとこのパターンの問題入れたいなというのがあったりしてですねそれで改定したということになりますまあマイナーチェンジです今回の改定というのはマイナーチェンジですけれども 一部ですね、えー、傾向に沿う形で問題差し替えたりなんかしたのが最新版がお手元のテキストということでございます。言いたかったのは国家総合職の数的処理やっぱり難しいですね、えー、国家一般職地方上級レベルとはやっぱり段違いに難しいのでもうですねあの国家総合職の過去問で行くしかないと。 といいうのが、ねえー、実情でございます <laughs> え。国家総合職の数的処理を攻略したかったら国家総合職の過去問でもうやる以外ないとえ国家一般職地方上級の問題というのは、えー、もうワンランクツーランク下ですから、まあ、その問題が解けることも大事なんだがその問題を解けたとしてですねさらにワンランクツーランク上の総合職の問題解けるかどうかが勝負どころということで言えばですねもうダイレクトに、 国家総合職の過去問を使っていこうと、例題からしてもう国家総合職の過去問であるというのがね、このテキストの特徴でございます。判断推理、数的推理、図形資料解釈、目次のあたりを見ていただければと思いますけれども。 数的処理は一応、ね、4分野でございます判断推理数的推理図形資料解釈4分野になりまして講義回数は10回ですねインプットのこの講義編全10回の講座ということになるわけで、はい、全10回でこう一通りね見ていこうということになるわけなんですが実はですね国家総合職は判断推理数的推理図形この縦分けが曖昧でございます。実は パパチパチとこう綺麗に分かれてないんですね判断推理と数的推理の融合そして図形との融合ということでどこまでが判断推理どこからが数的推理かというのが曖昧なところがあります。えっと まあ、あのまだ何,何もやってないので全然ピンとこないかもしれませんが、えー、と地方上級国家一般職の方はですねこう判断推理数的推理結構明確にビシビシと分かれるわけですね分類できるわけですねところが総合職の問題になりますとこれ判断推理の問題と言うべきか数的推理の問題と言うべきか、まあ、微妙だなとかですねいろいろあるわけです、まあ、つまり融合問題みたいな感じになってくるんですね、まあ、しかしですね勉強する上ではやっぱりある程度こう単元分けしてある程度こう分類をして えー、やった方が分かりやすいだろうと思いますので、はいえー、一応こう単元ぶるりをしているということになります、はいえー、なりますけれども実際本試験問題というのは総合職は結構ですね、えー、融合的な問題も出てくるので、えー、その辺り難しいところもありますが、えー、国家一般職地方上級レベルとちょっと違うところあるわけなんですが、まあ、とはいえね、まあ、一個一個攻略していくと、えー、とはいえ一個一個ポイントというのを押さえていく以外ないので、えー、講義はこの単元ごとにね 見ていこうと思うわけなんですちょっとイメージ図こういう感じになりますえっとですね えー、番書レジ,ュメ,書レジュメの、はいえー、と2ページのところをご覧いただきたいんですが今申し上げたことを重複しますけれども判断推理数的推理図形資料解釈4分野ということなんですが実はですねそもそもあの図形は判断推理数的推理の中に含まれるという概念になります。実ははは図形とといいいううのののの判断推理理一一部、部数的推理の一部という概念で人事院の方は出題している わけなんですしかし勉強する上ではちょっと図形は図形で切り取った方が分かりやすいかなという考えでレックでは図形は切り分けて判断推理数的推理図形資料解釈4分野と図形は切り取ってですね一単元というふうにしてあるわけなんですが、えー、実はですね出題数の内訳 出題数の内訳というのがなかなか難しくて、まあ、16問なんですけども、数的処理16問なんです。で、資料解釈はこれ2問なんですが、残り14問、ここから出,出てくるということなんです。で、えもうそもそもが判断セリーの中の図形、数的セリーの中に図形が含まれるという概念なんで、ここをこう、き,きれいに切り分けてですね、こう固定化されてないんですね。えっとですね、まあ、あの、端的に言いますと、 えー、残り14問いろいろ内訳というのがあの変動があります年によって変動があります。判断推理図形以外の判断推理で図形以外の判断推理レックのテキストでいうチャプター1のところで何問か、えー、図形以外の数的推理レックのテキストでいうチャプター2のところで何問かそして図形ここはチャプター3ですねテキストでいうチャプター3のところで何問かというそこの内訳のところが結構変動しているんですけれども一応ですね 6532ぐらいのイメージで結構です判断推理が6問の数的推理が5問の図形が3問の資料2問ということでねえ結構ですえっと 実は2019年が6622でしたので、若干変動するんですよ。これは変動するんだけども、一応ね6532の年が多いので、書く上では今書くところではね6532と書いておきますけれども、ここのところで要は14問出るというようなね感じになります。まああのハンダー数的でここの内訳は結構変動しています。繰り返しになりますけども、判断推理と数的推理が結構こう融合的な問題になりますので、まあここ合わせて11問ぐらいの感じで。 いいと思うんですよね合わせての11問ぐらいの感じで考えておいて 11+3 でここで14問これがですね12問の2問みたいに変動することもありますけれども合わせての11問そして3問ぐらいという感じでね考えていただきたいと思います。もう一回言うけどももうううう回回言言けけどど あの固定化されてないといいななう感じなんですよね、はい、レックのテキストの順番で判断す理数的す理図形資料解釈こういう単元分けで言うならば、えー、結構ですねあの変動してるというところが嫌なところです固定されてないというのが嫌なところなんだけども、まあ、そもそもですね国家総合職の問題はやっぱりですね、まあ、総合職という名前 から言,ってる言ってるわけけじゃないんですけれども総合職というそのね、えー、試験手の名前から言ってるわけじゃありませんけれども総合力なんですよねやっぱりですね総合力試されるっていうのが国家総合職のところなので <laughs> 細かいこう分類をして、えー、単元分けをして分類分けをしてですね、えー、細かく細かくこう単元分類をしていちいちの解法を覚え込むような感じではなくですね、えー、ギュッと急所をつかんでええー なんて言いますかね、えー。その解き方のコツをつかんで、考え方をつかんで、えー、根っこをつかんでですね、大分に勉強していきたいと思うわけなんです。もう一回言いますね。えっ、ー、と中学受験の算数みたいに、ほにゃららさん、ほにゃららさんみたいに細かく分類をして覚え込むと。 そのもう、なんていうのかな、パターン分類になってくるにきますよね。えー、そういう、そういう、対処法というのは、そういう試験対策というのは、もうパターン分類で細かく細かく分けていくというわけ。ところが、それは中学生になったら、もう方程式で一網打尽じゃないですか。植木算、鶴亀算、なんだってもう方程式立てれば終わりというふうにね、こう一網打尽できるわけですよね。だから、細かく分類していくのも、まあ、あの、いいわけなんだけども。それ、しんどいんですよね。もう、あの、根っこをギュッと掴んだら、方程式というツールを使ったらですね。もう一網。 大事に解けるわけなので、あの考え方の急所をギュッと掴んでいろんな問題解けるようなことが望ましいというイメージになります。一応そういうことになるわけなんだけども、あのそんな簡単じゃないから、まあ一個一個見ていくってことになります。一個一個見ていくんだけども、そこの底流に流れる根底に流れる考え方を掴んでいただくと、えー、いろんな問題にね応用できるかな、えー、総合職の難しい問題も何とか攻略できるかなということになります。今日は一応四分野分類したうちの 1一つ目、えー、チャプター1判断推理に入っていくわけなんですが判断推理というのが一応ね、えー、簡単に言っちゃうと、えー、整理理と推理なんですね図表を用いて条件を整理し条件から言えることを推理すること、えー、整理と推理がメインになります。 条件整理と条件から言えることを考える推理、条件の整理と推理というのがね主にやることになります。えっと数的処理というのはね数的処理というのはそもそも条件処理なわけです。条件を適切に処理して答えを導いていけばいいんですよね。はい条件処理です。はいしかし処理の中身がですね主に整理し推理することだということなんですけども処理の中身が内容がね整理し 推理することだということになりますけども大事なのは2番だね大事なのは2番総合職はやっぱり、ね、ここが難しいので一問一問どういうふうに推理するかというところがポイントになりますえっと繰り返しになりますけども考え方をつかむというのはねここの部分です推理の仕方推理のコツをつかむとね いろんな問題に応用できると思いますねえっと、推理というのは何かというと推理というのは条件から言えることを考えることですね条件から言えることを妄想空想してもしょうがないですよね条件から言えることを理屈で押して考える理論的に考える論理的に考えるのが推理ということになりますけれどもここがなかなか難しい講義のを通してですね主にお伝えしたいのはこちらです一番はね大した話じゃないです条件の整理の仕方なんてたか,か 入れてますすからこれはどうででもいいんですね1番はね2番推理の仕方というところこそ大事になりますのでそこを考え方をつかんでいただくといいと思いますちょっと今日初回なので全体的なイメージも申し上げておきたいと思います合格までのイメージ過去3番のところですが必修数的処理のこの講義は全10回ですねインプットの講義全10回の講座になります。 はい、でインプット終わりましたら今度演習編ですね演習編は全2回ですねアウトプットの講座が全2回これはね講義回数になります講義回数ね全2回で全部で12回ということになりますけれどもあの一応イメージ図こういうことなんですね頑張ってこの数的処理の講義全10回の講義受け切っていただくと ちょっと飛躍する瞬間があると思いますね。はい、ふわっとこう上がる感触があると望ましいですね。一回目の飛躍、一回目のブレイクスルーがあるというわけなんだが。まだ足りないんですよね。合格レベルにはまだ足りない。やっぱり演習が大事ですので、二回、えっ、ー、と、次のここですね。え、全二回の必修する処理、演習、演習で。もう一段階引き上げたいなと。もう一段階ぐっと引き上げて、え、二回目の飛躍、二回目のブレイクスルーがあると、合格に近づいていくというね。こんなイメージ。図 ななわけなんですがえこんなイメージ図なんですけどもあのですね <laughs> えっとですね講義終わるまで演習テキストやっちゃいかんそういうことじゃござんせん、はい、講義終わるまで演習テキストやっちゃいかんそういうことじゃありません講義受けながら演習テキストあのガンガンやっていいです。えっとですね もちろん、えっと、演習テキストを使った講座をおやるわけなんでその講座をご覧いただいていいわけなんだけども所,所詮全2回しかありませんからね所詮全2回しかありませんから、あのー、扱う問題は一部です。 なのであの演習の方はですね、えー、演習テキストの方はご自身でね進めて結構ですなんか他の問題やってみたいじゃない習ったらそれをこう使って別の問題解けるかどうかあアタックしてみたいじゃないなのであのいいです全然いいですもったいぶらずにガンガンあの演習テキストの方をご自身でやっていただいて結構ですで、えー、例えばあ講義受けながらあ演習テキストも手をつけてしまうとしてですね、えー、とこう演習編の 前2回でまたあのその問題の解説があるかもしれませんよねはいその問題のもう一度手をつけた問題の解説があるかもしれませんがまああのー それで、ね、まあ発見が何もなければまあいいんですけども「あのあなるほど」と「私の解き方と僕の解き方と全く同じだなと」と「僕もそういうふうに解いたよ」ということであればね、まあ、解き方の確認、えー、作業をしたということになりますけれども、まあ、あの解放が違うかもしれませんね。えー、自分でやった解き方あるいは解説に書いてある解放と解き方と、まあ、私の解説が違うかもしれませんね。その時はまたあのいい発見がありますよね。はいえー、そのの時はなるるほどととこういうういい解き方もああかという発見があります えっと、数的処理はですねあのどう解いてもいい特に判断推理は判断推理はどう解いいいてもいいんですよねなのであのこれじゃなきゃいけないってことはありませんからご自身なりの考え方で正解出ればいいし、えー、解説の解き方と私の解き方が違ってもですねまあ,あの どっちもあると、ええー、いうふうにね考えてもらえれば結構です。はい、でまああのとにかくまあ答えが出ればいいんでね、まあ納得いく方を採用していただければと思います。えっ、ー、と講義の中でもあの同様のことがあると思います。テキストに書いてある解法と私が解説する解き方があのずれてると違うという場面というのはあると思いますけれども、まあまあねあのそれはあのどちらか納得いく方を採用していただいたり、あ両両方あるんだなとこういう解き方もあるし、えー、岡野が解説で解いたような解法 も、まあ、あるんだな、なるほどなという感じでね、受け止めていただければいいかなと思います。えっともう一回言いますけれども、数、え、的、ー、処理のお力をつけたかったら。 実はですね、一問に対して複数のアプローチをするというのが結構有効なんですよね。えこう解いてみた、でも別解で、えー、違う解き方でも解いてみた。はい、あ、こうも解けるし、ああも解けるんだなみたいなね、えー一、一問に対する複数のアプローチがあると、あのすごくそれは非常にあの力になるわけなんですね。えー、それは非常に勉強になりますね。本試験というのはあのそんなに試さないよ。本試験の場でそんなに何 通りもの解放で試したりはししませんよねしかし本試験の問題を見て、えー、複数のプランが解き方のアイディアがある中の一番良さそうなものを選択できるといいわけだから演習の段階はね演習の段階は、えー、別解なんかもこう考えていただくといいし解説の解き方と私の解き方を両方ダブルで受け止めていただくとねそれはあの幅になりますそれご自身の、えー、解放の幅になりますのでそういうふうに受け止めていただければと思います。えっと、はい もう一回もう最後これで最後ですけれどももう一回この図をご覧ください。 えー、ということで、はい、あのー、講義を受け、まあ演習というね、まあ二段構えだという感じになりますけども、言いたかったのは、ここある程度ですね、あのー、ここここ,こ,こあの時間がかかってしまう科目であるということを言いたかったんですね。横軸時間軸です。はい、講義受けながらの演習でも、講義受けた後の演習でも、まあ同じです。結局ですね、ある程度時間かかっちゃうんですよね。はい、あのー、特に総合職の数的処理かなり難しいですから、えー、攻略する。 にはね結構時間つぎ込まなきゃいけないんだとえ短期間ではなかなかものにならないかもしれない科目ある程度の長期間かけてコツコツ積み上げてえ合格に近づけていきたいというそういう科目特性であるというところをねえ掴んでいただければと思います、えー、短期間で攻略したいのであればあのこのツーステップっていうイメージはあまり変えられませんからぐーっとこうね、えー、ぐっとこうここを狭めていく以外ないです、えー、この十回の期間を短期間にまあ毎日講座を受けると。 1>, 1日2コマずつ受けるとかね1日2回ずつ受けるとかね、はい、そういうふうにやってもらったりしてあのこれをギこュれこれっとこう圧縮する以外ないんですねこの2ステップをこうワンステップにするみたいなことはあまりできないかなと思いますね。講義をを受け基本的な道具を手に入れたら それやっぱりこう使う練習使うトレーニングそれを通してもう一段階上がるともう一段階引き,引き上げていくと。 というね、えー、2段二段階引き上げていかないと、ちょっと合格点叩き出せないかなというようなイメージ、ある程度時間かかってしまうんだというイメージを最初に持っておいていただきたいと思います。さて、えー、結構喋りましたね。結構喋りました。えっ、ー、と前座これぐらいにして、前座はこれぐらいにして、えー、本編に入りたいと思います。セクション1の論理のところに入りたいわけなんですが、ここはですね。 はい、出題頻度高いですよ。出題頻度高いです。論理の単元、うん、ほぼ毎年一問出ています、えー。そして近年出てるのは、えっ、ー、とですね、もうあの流行ってる形式があります。 はい、近年出てるのがこれ8ページ例題に後ほど見ますけれども8ページ例題2の形式で、えー、ここご注意という感じになるわけなんですがまずは基本のとところから、ね、お話をしていいいきたいと思います論理学の基本論理学の基礎を,をおさらいをし問題に入ってみたい例題を扱ってみたいと思いますのでまずは説明になります。論論理理ののの単元セクション1は論理学の基礎のところが 知識として必要になりますので、まずざっとご説明をしたいと思います。 論理の基本というのは A ならば B であるこの日本語なんですね。A ならば B であるというこの日本語が基本。ならばであるって日本語で書いてると少々面倒なので A 矢印 B と書こうよと A 矢印 B と書くのがこれ論理式でございます。はいこういうのを論理式というわけなんですが A ならば B でないという否定否定はどうするかこれはねバーをつけましょうバー。 バーをつけて否定を表したいと思いますが日本語複雑日本語複雑二重否定なんていうものもあります二重否定はこれねずばり肯定でございます二重否定はずばり肯定裏の裏は表否定の否定は肯定二重否定はこれねずばり肯定になりますのでご注意ください あの日本語で二重否定というのはズバリ肯定じゃなかったりしますよねズバリ肯定ではなかったりします。 ねえー、やってないとは言わないとかねよくわかんないなんか政治家が言いそうですねやってないとは言わないとかね何、えー、かなんか曖昧な表現ですね、はい、やったんだかやってないんだかっていうね話があったりしますけれどもあの論理学はそういう曖昧なのないんですね裏の裏はあビシッと表裏否定の否定はあ二重否定はずばり肯定ですから、えー、曖昧な表現というのはありませんずばり肯定になるわけです。えーね、なんか 異性から告白されてね僕は君のこと好きじゃないわけじゃないんだけど友達で言いましょうみたいなね好きじゃないわけじゃないって普通って言うんですかね、はい、失礼ですよねはい普通とかね失礼な話ですけどもあのー、違う論理学で、えー「好きじゃないわけじゃない」っつったら「好き」の意味になりますでね論理学的には好きの意味になりますのでご注意くださいね。はい、えー、ということで、えー、A ならば B ここからスタートしようってことなんですが、えー、例えばこれ。 何がいいですか「日本ならばアジアである」とかねあんまり面白くないですね。えー、何がいいですか「人間ならば哺乳類である」とかねあんまり面白くないですね。まあまあいいですあの面白くないけど分かりやすいので「人間ならば哺乳類である」なんていう命題言葉を考えたいと思いますけれども「人間なら哺乳類だ」はい正しいですよね。じゃあ、 左右入れ替えたらどうでしょうか左右入れ替えて B ならば A 哺乳類ならば人間だとしたらどう哺乳類ならば人間だ正しくないですよね哺乳類ならばぜ全部人間だ正しくないですよね間違ってますじゃあ両方バーつけたらどう両方否定してみたらどう A バーならば B バー人間でないならば哺乳類でないわ人間でないんだったら全部哺乳類でないわ 言い過ぎですよねこれも正しくないですよね左右入れ替えるのは逆というのね両方否定するのはあ両方バーをつけるのはこれ裏というのね逆と裏はね必ずしも主にならず逆裏は必ずしも主にならず正しい時もあるんですけどね、えー、正しい時もあるんだけども今みたいに正しくないことも多いので必ずしも主にならずでございます逆裏は必ずしも主にならずなんだけれども はい、正しくないことも多いんだけれどもあのね待遇ですねこの関係待遇これが大事で待遇は必ず正しいんです。A ならば B に対して B バーならば A バー B バーならば A バー要は逆プラス裏なんですね裏プラス逆と言っても結構です逆プラス裏裏プラス逆ひっくり返して両方否定するひっくり返して両方否定する待遇は必ず正しいんですね。これ必ず正しいんです人間なら哺乳類だ の待遇は哺乳類でないならば人間でない哺乳類でないならば全部人間じゃないね合ってますよね正しいわけね。いやあのちゃんと言いましょうね。とというのはこれ元のは元題と はい元の命題とあのね同地関係にある同地なんですね対偶は元の命題と同地であるというのが一番正しい説明になりません対偶は元の命題と全く同じなんですね全く同じというのを同地というわけなんだけどもはい対偶と元の命題というのはこれね同地関係全く同じなんですねしたがって元の命題が間違っているならば対偶も間違っているということになりますけれども元の命題が正しければ対偶も正し という関係なんですね元の命題正しければ対偶も正しいわけなので正しい命題を正しい命題に言い換えたという形なんですね正しい命題を正しい命題に言い換えたという形はい。内容同じだけど表現違う表現違うけども同じ全く同じなんですね表現は違うけれども内容は全く同じつまりね、対偶というのは元の命題の言い換えなんだって考えておくといいですね 対偶は元の命題の言い,換えだ言い換えであると考えておくといいと思います言い換えたいときに対偶を取るんだ言い換えたいときに対偶を取るんだ対偶を取るというのは言い換えなんだと覚えておくといいと思いますその上でかつまたはという言葉が入ってくることがありませんかつは V を逆にしたような記号または,は V のような記号を書くわけなんですが 論理式の中に矢印の論理式の中にかつまたはを埋め込むとこの4つ出てまいります1番 A ならば B かつ C 2番 A ならば B または C 3番 A かつ B ならば C 4番 A または B ならば C 矢印の後ろに勝つ後ろにまたは前に勝つ前にまたはで4通り出てくるわけなんですけども実はですねこの4つのうち2つは分解できるが2つは分解できません4つのうち2つは分解できるんだが2つは分解できないんですどれが分解できないかというと2番3番分解できません2番3番は分解できませんが1番4番は分解できません1番はね 記号でで分ければいいんですね A ならば BA ならば C と分解することができません A ならば BA ならば C と分解することができ4番も記号で分ければ良い A ならば CB ならば C と分解することができません A ならば CB ならば C と分解することができません えっとですね、なぜ2番3番分解できないかなぜ1番4番分解できるかというのはあまり詳しく今日説明しません説明しませんけれどもなんとなくわかりますよね A ならば B かつ C 何がいいですかえー、はい高級イタリアンレストラン え S ゼリアっていうのがありますよね高級イタリアンレストランエスゼリア僕もあの好きですけどもエスゼリア行くならばね大体もう決まってますミラノフードリアかつドリンクバーですよねはいミラノフードリアかつドリンクバーですよねじゃあねそれ別にバラして言ったっていいじゃないですかエスゼリア行くならばミラノフードリアエスゼリア行くならばドリンクバーめちゃくちゃ言いにくいですねはいえね別にあのバラして言ったっていいじゃないですか それぞれ別にね、こうバラで言ったって構いませんので、はい、あの、分解できるっていうことなんですよね。はい。えー、なんとなく分解できるのが分かると思うんですけれども、これね、あの、覚えて使いこなすことの方が大事なので、今日は覚え方をお伝えします。覚えて使いこなすことが大事ですね。あのね、5文字のものが分解できると覚えるといいと思います。5文字のものが分解できる。矢印の後ろかつ5文字と前または5文字。5文字のものが分解できる。 2番後ろまたは6文字は分解できない3番前かつ4文字は分解できない5文字が分解できるなんてな、ね、こんな風に覚えていいいただくとといいかなと思います。よろしいでしょうか。はい、えー、ということで、えー、まずレジュメ版書の3ページまでご説明をし、えー、ユニット1終了時間となりましたのでユニット1ここまでとしたいと思います。